技術がない一般ユーザーが U タイムだけで月に50万の期待値を積む方法。パチンコの日本一周に勝って世界周回した私、近藤春菜がパチンコの楽しみ方と勝ち方をお伝えするチャンネルです。はい、どうも近藤春菜でございます。はい、本日はですね、一般ユーザーが U タイムだけで月に50万の期待値を積む方法というのをお届けしたいと思います。50万ぐらいだったら絶対いける。はい、もうほんと60万ぐらいでね、いけると思ったんですけどね、まあ僕は少なめにね、まあ、50万ぐらいだったらいけるだろうと、僕の今の環境だったらね、思ったので取っていきたいと思います。はい、というわけでですね、一応ルールを説明したいんですけど、すべて U タイムを狙ってヒット&アウェイと仮定します。はい、なので U タイムとして打ちに行って取り切ったらすべてやめると、はい、そういう感じにしたいと思います。まあ、本当だったらね、当然 U タイムを追っていく中で、お、結構回るじゃんと思ったら、もうそのまま U タイム取り切って、もう打ちすぎた方が期待値は稼げるし、まあ、労力も使わないんでいいっちゃいいんですけど、そっちの方が絶対いいに決まってるんですけど、まあ、それだとちょっとね、まあ、なんか今回の趣旨にちょっと反してしまうので、はい、それはなしとさせていただきたいなと思ってます。はい、まあ、スロットで言うとですね、例えば天井近くの台があったので打ちましたと、はい、で、あ、当たったら、おお、456確定できたじゃんと、はい、そういう状況になったら絶対追っかけた方がいいに決まってますよね。はい、ただそれだとちょっと、まあ、ルール違反になっちゃうような感じがしたので、それはなしと、はい、そういうのなしで月に50万の期待値を積む方法というのをお届けしたいと思います。はい、というわけでですね、今すごい勢いで U タイムが普及してますよね。はい、信頼が出てきて、もう半分以上は U タイムが搭載してると言っていいんじゃないでしょうか。はい、そんな中で、まあ、僕とか、まあ、僕ってまあそこまで U タイムにこだわる立ち回りをしてるわけではないんですけど、そんな僕とか、僕がツイッター見てて、あ、この人パチンコ上手い人だなって分かるフォロワーさんとかが U タイムをまあどれくらい拾ってるかですね。はい、それを加味した上で、技術力がない一般ユーザーだったとしても、まあ、知識、はい、で今日お伝えすること全てやれば50万ぐらいは期待値詰めるだろうと、はい、そういう風に思って今回動画を撮りました。はい、まあ、僕自身は正直言うタイプはもう今後一切出ないでほしいと思ってるタイプです。ちなみにね、はい、そんな感じで今日お話ししていきたいと思います。はい、というわけでですね、まずは一般ユーザーがどんな人かっていうのを、まあ、僕なりに定義していきたいと思います。はい、まあ人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、僕なりにですね、ちょっと一般ユーザーといっても、まあ、ある程度の知識はちょっとある人にさせてください。はい、すいませんね。はい、一般ユーザーがどんな人か、はい、まず、まあ、最低限ボーダー理論を理解していると、はい、波理論がどうのこうの言ってる人をもう変えようと思ってももうもうなかなか難しいものがあるので、最低限ボーダー理論は理解している人、はい、で、あとは残保留の価値もしっかり理解していると、はい、電柱終わりにちゃんと電柱が閉じるまではしっかり保留を溜め込んで、その電柱の保留の価値がいかに大切だよっていうのをね、理解してる人、はい、です。はい、続いて、まあ、北斗無双の止め打ち、まあ、2パターンありますよね、北斗無双って、はい、止め打ちはちょっとできない、はい、できないけど、まあ、電サポの、まあ、2個打ち、2個打って、閉じたら2個、閉じたら2個ぐらいはできるよっていう人、はい、よろしいですかね。はい、あとは、ひねり打ちはまあできないよと。はい、ひねり打ちはちょっと頑張ろうとは思ってるけど、まあ、理論は上がってるけど、ちょっとまだ技術がないなっていう人ですね。はい。で、あとは、釘は、まあ、ほぼわかんないんだけど、まあ、へその広さぐらいだったら、まあ、なんとなく、うん、広いんじゃないかな、狭いんじゃないかなっていうのは、なんとなくは、わかる人。はい。まあ、これを、まあ、いっぱい言うたとさせてください。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして、環境の定義。はい。ちょっとこの環境がちょっと悪かったらね、もう、どうしようもないですよね。はい。ちょっと申し訳ないですけど、これでちょっと脱落しちゃう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、環境の定義としましては、まず、投下地域。投下地域か、非投下地域でも
会員カードを使うことによって持ち主 100% で売ってる方。はい、まあ、正直ね、なのでね、申し訳ないんですよ本当に。東京とか北海道とか、だいたい2500発上限っていう方が、だから地域ですよね、はい、そういう方はちょっとね、正直難しいですね、僕の今日のお話するのは。ただまあ、ただね、まあ、見てね、勉強になることはあると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思いますので、はい、そういう方ですね、環境。はい、動画地域か非動画地域でも会員カードで、会員カードを使うことによって、持ち主 100% で出る方。はい。続いて、車か 125cc 以上のバイクか、ロードバイクがある方。はい。まあ、理想はね、僕ね、125cc が一番いいと思ってます。もしくは、まあ、ロードバイクでも、快速に行ける方ね。はい、車だとね、ちょっと小回り効かない場合が多いですよね、はい、止めるの出し入れしたりとかしたりするとかなので、125cc が僕は一番理想かなと。60キロ出せるしね、2段階見せてもしなくてもいいんでね、はい、と思います。はい、続いて、最低限10日マイナス2ぐらいのボーダーはあるお店ですね。はい、まあ、いくら U タイム狙いとはいえどもよ。いえども、例えばね、北斗味噌3で1000円、11回しか回りません。12回しか回りません。なんていうところだったら、いや、期待値を出すのは相当むずいです。はい、なんでも最低、まあ、まあ、台によるんですけどね。台も18のボーダー、20のボーダーだって、18のボーダー、23のボーダーだったら、マイナス2っていうわけにはいかないので、まあ、大体ですけど、最低でも10日ボーダーマイナス2ぐらいはある。エリアにお住まいの方。はい。これを最低条件としてさせていただきます。はい。ということで、お待たせしました。月に50万の期待値を積むポイント、お話ししていきたいと思います。はい。順々にいきます。まず1位。はい。24時間30日差し出してください。はい。実力がまだ足りてないあなた。はい。あなたに差し出すものは時間です。時間を差し出してください。あなたは24時間30日間ひたすら U タイムで期待値を積む方法、それだけを考えてください。はい。よろしいでしょうか。1秒。1分1秒も無駄にしちゃいけませんよ。はい。はい。2。U タイムの基礎知識は覚えておきましょう。はい。U タイムの基礎知識とは何ぞやと。はい。それは、台によって時短も含む、ST は含めない。とか、ラムクリなしで駆け抜けてしまったら、もう二度と U タイムはやってこない。はい。ということですね。はい。あと、ラムクリなしで、酔い腰で打てるんだったら、ラムクリしてないでね、酔い越して打てるんだったら、前日の回転数も含めるんですよ。もしくは前日も当たってなかったら、前々日も含めるんですよ。はい。この最低限の U タイムの基礎知識はまず覚えておいてください。はい。まあ僕の動画でもありますので、そちらを参考にしてください。はい。よろしいでしょうか。3。U タイムの騎士情報を叩き込んでください。はい。U タイムの騎士情報とは何ぞやと。はい。どの台に U タイムが搭載しているのか、すべて覚えてください。もう、リストを見たら、これが U タイムあり、U タイムなしってわかるすべてを覚えてください。はい。U タイムの発動条件。その台を覚えた上で、台の覚えた上で、その U タイムが何回転で発動するのか、 U タイムが、すべて覚えてください。技術がないあなたは知識で勝つしかないんです。はい、続いてですね、 U タイムまで残りいくつ、残りいくつで何回転回るんだとしたら、 U タイム期待値はいくらなのか、これを500円以内ぐらいではね、わかるようにしといてください。じゃあ、お前はできるのかと。おい、近藤春菜、お前はできるのかと。できません、できません、僕は。そこまでできませんよ。でも、あなたは知識で勝つしかないんです。
U タイム残り何回転で何回回ったらいくらぐらいの U タイム期待値になるのか勉強しておくべきなんです。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして4、行くお店がどういうお店か調べてください。はい、調べること。ラムクリしないのか、前代ラムクリするのか、はたまた回転数によってラムクリをするのか調べてください。はい、2つ目、データランプを見るだけで前日のハマり回転数が分かる店なのか。これ大事なんですよ、これ大事なんですよ。はい、当日行って、当日行くだけで、あ、前日何回転かなっていうの分かるお店と、前日の回転数がデータランプだけだと分からない店があるんですよ。はい、これをまず理解してください。はい、そういうお店があるっていうことをね、それ調べておいてくださいね。はい、はい、3つ目、そこの店がサイトセブンとかお店のデータを見ることによって前日のハマり回転数が分かる店なのか、これ調べておいてください。はい、まあ他の動画でもね、僕ねサイトセブン使って前日のハマり回転数を理解しようっていうのをご紹介したんですが、はい、サイトセブンに載ってないお店、はい、お店の、前日の回転数のこれくらっていうのもすだも載ってないお店っていうのありますよね。はい、それがその行くお店は載ってるのか載ってないのか調べておいてください。はい、続きまして、朝の並び方法。朝は抽選で入場するのか、それとも早い者勝ちで並んだ人が早い人から入場できるのか、はい、全て覚えておいてください。覚えてください。調べておいてください。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして5、メインで行くお店を決めます。はい、じゃあメインで行くお店どういうお店にすればいいのか。おい、分かったよ。じゃあどういうお店に行くお店、どういうお店を選んでいけばいいのかいと。はい、おい、かおい、今度春の教えてくれよと教えましょう。はい、メインで行くお店、まず大型店舗で U タイムがたくさん入ってるお店を選んでください。はい、U タイムが全然ないお店に行ったって U タイムはそう拾えませんよ。はい、大型店舗でなるべく U タイムが入ってるお店を選んでください。はい、続きましてラムクリしないお店、これ大事ですね。はい、さっきのところで調べてくださいって言いましたね。まずラムクリしないお店に行って良い腰を選んでね、でラムクリしないお店、ここ行ってくださいね。はい、続きまして客付きが6割ぐらいが理想でしょうね。はい、これ大事ですよ。あのね U タイム狙う上でですね、自分一人の力で勝たせていただけないんですよね。皆様のありがたいことに皆様のおかげで勝たせていただけるんですよね。はい、なので客付きは6割ぐらいが理想だと思います。少なすぎても全然台が育たない、多すぎても身動きができない、はい、6割ぐらいが理想でしょうね。あ、5、6割ぐらいかな。はい、そんな感じです。はい、続きまして、 U タイム狙いの人が少ない、これ大事ですよね。はい、まあとは言うてもよ、もう群雄割拠でライバルばっかりいますよっていうところはね、もう見つけたと思っても携帯がタバコが突っ込まれてますからね。はい、これが大事なんですよ。まあなのでね、正直田舎のお店がいいと思いますよ。はい、まあこういう言い方よくないかもしれないですけど、まあ、ね、年齢層高い方が多いお店、はい、そっちの方がいいと思います。ライバル少ない、優待見れないしてる人が少ないお店、はい、選びましょう。これ大事ですね。はい、続きまして、これ皆さん気づいてましたか。はい、いきますよ。
データランプやネットで前日のハマり回転数がわからない店に行ってください。はい、行ってくださいってそう簡単にあるもんじゃないかもしれないですけど、これだ、これね、取り入れたらめちゃくちゃ強いですよ。いいですか、前日何回ハマったっていうのがデータを見てもサイトを見てもわからないんですよ。わからないってことは他の人もわからないんですよ。はい、っていうことはですよ、あなたが情報戦で制する、情報戦で勝てるチャンスなんだ。はい、よろしいですか。はい、なので前日に夜遅い時間にチェックしに行くんですよ。そこであなたは何回転でハマったかっていうのをメモするんですよ。情報戦を制するんだ、気づかないあなたは情報戦で勝つんだ。よろしいでしょうか。はい、続きまして、はい、近くにも U タイムで狙える店がある。はい、1店舗だけでやるっていうのは限界がある。近くのお店に行きましょう。近くにお店があるお店選びましょう。はい、その時に補欠なってるお店に行けば U タイムが落ちてるかもしれない。はい、近くにお店があるっていうのも大事だ。なめるな、言われた通りにやるんだ。知識をつける、時間を提供する、お金を使う、投資を惜しまない、これが大事なんです。時間とお金を惜しまないでください。